だからガードの人がウィングでパスしたらガードしてカットし、ボーザーのカットし、そこの中に入ってパスすると一番いいわけです。はい。それが止められたら次は、そしたら適当にやるんじゃなくて、PC だからこういうプレーをするのがすごい簡単だ。だから次はなんかそれなりのもらい方があるでしょ。はい、ガードポジションに移動してもらってきます。お前くらい、ね、そういうことだったら例えばアンビアンスをやってるんだからバックアップするとかこういうプレーをやってもらってもらってもらって例えばスペーシング悪かったらドリブルでスペースしてこうガードポジションに移動してやるとかなんかこういう方バスケット的な動きがあるでしょ。いわゆるペイントの中にボール入れたいわけですよ、フェンスを。それを何としてもボールサイドをバンプして、いかれないようにして、そして悪いパスを出せよう。悪いパスって何かっていうと、リングから逃げて走るようなにパスさせる、させたいわけでしょ。ということは、オフェンスはリングに来るようにもらいたいわけでしょ。例えば、バーンと広がってても、こっちに来るようにこういうもらい方したいわけでしょ。そういうのをまた簡単に持たせないようにしっかりディナイしたりバックしたりして、ね、横向いたり後ろ向いたりパスをさせるようにディフェンスはしたいんだけどオフェンスがただそれをしてやってるだけじゃないか適当にパスして、ね、オフェンスはいいこれ何がいいプレーってなるわけだ何がいいミートだとそれを考えてやれよ。はい、はい、はい。なるほど。こんなところでパスにね、こんなところでパスもらってもシュート出ないんだと。だからこの人がもうちょっといいスペーシングしてこうやってゴールにコミットするようなこういうところでクッとボールをパスしてあげればいいわけです。そういう状態を作りたいわけです。はい、はい。そうさせないように守ろうとしてるわけだ。はい。これもゲームライクだ。はいはい、練習が全部変えてね、形だけ、形ばっかり納豆とかやって、はいはい、形から納豆だから、はいはい、どうぞ、はい、頑張ります。
答えてオフェンスは1対1みたいな中だからこうスクリーン使って何かしてそれでも攻められないかパスするんだけどもう持たれていいわけ全部持たれていいんだよ動いてないよ1歩も1歩も動いてないんだけどパスリーコーチングとか怖いでしょこれ今アンダーをやってるからもしかしたらということで準備はするぞ準備はするぞ準備はするけどパスだと思ったらこういってスナップの両手がこうバッチ行ったりこっち行ったりこういって動かないと持てないようにガードが切れてないチャッチャッチャッ